はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、先日グランドオープン前の、まあ、特番プロスペースの特番内で今年イチローセレクションが開催されるというところが発表があったというところで、まあ、イチローセレクション本当に楽しみな方多いかなというところで、まあ、今回の動画はですね、そのイチローセレクションはいつ頃開催されるのか、でさらにガチャ形式無料配布などは、まあ、どのような形式で登場するのか、イチローセレクションの概要予想で、さらにですね、まあ、登場対象戦紹介、さらに最後に登場戦士予想まで、まあ、イチローセレクション事前攻略やっていこうかなと思いますので、まあ、ぜひですね、イチローセレクション今から楽しみだよと思っている方は、この動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かったわけさだと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、それでは早速ですね、イチローセレクション徹底予想をやっていこうかなと思います。まずはじめにですね、イチローセレクションの、まあ、ガチャや登場日などの概要予想からやっていこうかなと思います。まずガチャ形式としてはですね、まあ、2パターンのガチャ形式で開催される可能性があるかなと思ってまして、まず1パターン目のガチャ形式といたしましては、30連目60連目90連目がイチローセレクションのセレクションの閲覧確定の、まあ、このですね、まあ、いわゆるセレクションのガチャ形式で、まあ、開催される可能性が1パターン目で、2パターン目としてはですね、去年の夏のヒーローセレクションで開催されたガチャ形式、10連目が S ランク限界突破コーチ付きで、プラス30連目60連目90連目がイチローセレクションの S ランク選手確定の、まあ、この2パターンのガチャ形式どちらかで、まあ、開催される可能性が高いのかなと思っております。まあ、なのでイチローセレクションのガチャ形式はおそらく、まあ、自チーム確定などはないガチャ形式で開催される可能性が高いのかなと思っております。まあ、ですがその救済措置として、まあ、おそらくセレクトミキサーが開催されまして、そのセレクトミキサーではですね、イチローセレクションの S ランク選手5人を投入することで、まあ、1選手好きな選手を獲得することができる、まあ、セレクトミキサーが救済措置で開催されるんじゃないかなと思っております。で、続いて同時に開催されるイベントについてなんですが、まあ、こちらに関してはですね、 TSOB のような、まあ、ランキングイベントではなくですね、まあ、通常の普通のですね、まあ、7日間イベントのような、まあ、本イベントが開催される可能性が高いんじゃないかなと思っています。で、続いてイチローセレクションの無料配布についてなんですが、まあ、こちらはおそらくですね、無料10連プレゼントスカウトか、まあ、イベントの累計での配布、まあ、どちらかの、まあ、無料配布はですね、必ずあるような、まあ、形式で開催されるかなと思ってますので、まあ、どんな方でもイチローセレクションの S ランク選手1選手は、まあ、無料で獲得することができるような形式で開催されるんじゃないかなと思ってます。まあ、ではそんなイチローセレクションはいつ頃開催されるのかっていうところなんですが、まあ、こちらに関してはですね、個人的にはシリーズ1のセレクション第1弾というような形式で、まあ、開催されるか、まあ、去年開催された夏のヒーローセレクションと、まあ、同じタイミングで開催するか、まあ、この2パターンの可能性があるのかなと思っております。まず1パターン目に挙げたセレクション第1弾のタイミングで開催した場合だと、まあ、毎年ですね、シリーズ1のセレクション第1弾は6月末か、まあ、7月頭頃に、まあ、登場するような特別リアリティとなっておりますので、まあ、早ければですね、イチローセレクションは6月末頃に開催する可能性もあるのかなと思っております。で、2パターン目に挙げた去年の夏のヒーローセレクションと、まあ、同時期の開催になった場合、去年夏のヒーローセレクションは8月18日からの開催となっておりましたので、まあ、イチローセレクションは遅ければ、まあ、去年の夏のヒーローセレと同じタイミング、まあ、8月の中旬頃の、まあ、開催の可能性もあるのかなと思っております。まあ、ですが個人的にはですね、1パターン目に挙げた6月末頃、まあ、エキサイティング終わった直後ぐらいに、まあ、開催してくる可能性が個人的には、まあ、高いんじゃないかなと思ってますので、まあ、もしパターン1を6月末頃に、まあ、開催された場合、今から貯まるエナジー数としては約1800エナジーで、パターン2の8月中旬頃に開催された場合、まあ、今から貯まるエナジー数としては約3500エナジーとなっておりますので、まあ、無課金の方はですね、特にイチローセレクションに向けて、まあ、今からエナジー管理、エナジーダメを、まあ、コツコツ頑張っていただければなと思います。で、続いてそんなイチローセレクションの登場対象選手についてなんですが、まあ、こちらはですね、昨年開催された夏のヒーローセレクションでは基本的に TS 対象、OB 対象、まあ、全ての選手がですね、対象選手となって、まあ、登場したというところで、まあ、今年もですね、おそらくイチローセレクションは、まあ、シリーズ1に開催されるかと思いますので、まあ、イチローセレクションでは全選手が、まあ、登場の対象選手になってくるかなと思ってます。でさらにですね、まあ、イチローさんが選出するというところもありますので、まあ、イチローさんと親交が深い方だったり、まあ、イチローさんとの関係値が深い方が、まあ、イチローセレクションの対象選手として上がってくるのかなと思っております。まあ、なのでそういったことを踏まえた登場対象選手紹介していこうかなと思います。まず阪神ですね。阪神は前回のイチローセレクションではこの掛布選手がね登場しておりました。
懐かしいですね。このめちゃくちゃ手ぶれした画像が、まあ悪い意味でね、まあ結構盛り上がった選手になってました。まあなので前回の登場選手も踏まえた登場最少選手としては、下柳選手、バース選手、井川選手、この3選手対象選手に挙げさせていただきました。はい、まず下柳選手に関してはですね、1997年の、まあ一郎さんの216打席無三振という、本当訳のわからない日本記録を、まあ217打席目に、まあ一郎さんから三振を取ったピッチャーがこの下柳選手というところで、まあ一郎さんにとっても思い出深い選手になっているかなと思いますので、まあそういった関係値があるので、下柳選手はですね、まあ選出させていただきました。で、続いてバース選手に関してはですね、まあ先日、まあパワープロプロスピ公式チャンネルの方で、パワープロ2024年のオープニング V が公開されたんですが、そのオープニング VTR の中で、まあ一郎さんと共にですね、阪神枠でバース選手が、まあ出演されたというか、まあバース選手が登場していたというところで、まあこのバース選手もですね、登場してくる可能性としては、まあ高い選手に上がってきたのかなと思ってます。で、さらに井川選手に関しても、まあヤンキースでのですね、在籍期間が被っているというところで、まあそういった理由で選出される可能性もある選手に上がってきてるのかなと思ってます。で、続いて広島ですね。広島は前回のイチローセレクションで、まあ、野村健次郎選手が選出されておりました。まあなのでそういったことを踏まえた登場対象選手としては、前田選手、衣笠選手、黒田選手、この3選手を挙げさせていただきました。まず前田選手に関してはですね、まあこれは結構有名なエピソードなんですが、まあ一郎さんがですね、前田選手のバッティング練習をめちゃくちゃ見ていたと、まあ一郎さんが認める天才と言われている選手になってますので、まあそういった理由でですね、この前田選手が、まあ、選出される可能性としてはかなり高いんじゃないかなと思ってます。で、続いて衣笠選手に関しては、まあこちらは先ほどのバース選手同様に、パワープロ2024年のオープニングに出演されていたというところで、まあそういった理由で、まあ選出される可能性っていうのもあるんじゃないかなと思ってます。で、最後、黒田選手に関してはですね、まあ、ヤンキース時代の、まあ、チームメイトというところがありますので、まあ、この黒田選手もですね、選出される可能性、まあ、かなり高いピッチャーなのかなと思ってます。で、続いて DeNA ですね。DeNA は前回のイチローセレクションで、佐々木大魔神が登場しておりました。まあ、なので、そういったことを踏まえた、まあ、登場対象選手としては、まあ、また佐々木選手、ロペス選手、小鶴誠選手、この3選手ピックアップさせていただきました。はい、まず佐々木選手に関してはですね、まあ、DeNA の中では、まあ、イチローさんと一番親交が深い、まあ、マリナーズ時代の、まあ、チームメイトの選手になっているので、まあ、佐々木選手ね、まあ、前回も登場していたんですが、まあ、今回も登場してくる可能性あるんじゃないかなと思ってます。で、続いてロペス選手についてなんですが、まあ、ロペス選手はですね、マリナーズ時代2004年から2010年まで、まあ、イチローさんとチームメイトだったというところで、まあ、親交も深いかと思いますので、まあ、ロペス選手は日本時代も輝かしい成績残されているというところもあるので、まあ、ロペス選手が選出される可能性も結構高いのかなと思ってます。で、最後、小鶴誠選手についてなんですが、まあ、ちょっとね、DeNA 3人目があんまり思いつかなくて、まあ今回のイチローセレクションのレジェンド枠として、まあ、このとんでもない成績のですね、まあ、小鶴誠選手が登場してくる可能性としても、まあ、少しはあるんじゃないかなと思ってます。で、続いて巨人ですね。巨人は前回のイチローセレクションで王貞治選手が登場しておりました。まあ、なのでそういったことを踏まえたイチロー選手登場対象選手としては、王選手、長嶋選手、松井選手、上原選手、まあ、巨人は4選手ピックアップさせていただきました。はい、まず王選手に関してはですね、まあ、前回も登場しているんですが、パワープロ2024年のオープニング、さらにですね、まあ、WBC の時に、まあ、監督を務められていたというところもあるので、まあ、王選手が2回連続登場してくる可能性っていうのもあるのかなと思ってます。で、続いて長嶋選手に関しては、パワープロ2024年のオープニングでは、まあ、巨人ではですね、王長嶋の ON で、まあ、出演されていたというところで、まあ、王選手が前回のイチローセレクションで登場していたというところもあるので、まあ、今回は長嶋選手が登場してくる可能性っていうのも、あ、高いのかなと思ってます。まあ、イチロー選手とですね、まあ、同時期に、まあ、日本人メジャーリーガーとして、まあ、メジャーの第一線で、まあ、共に大活躍されていたというところもあるので、まあ、松井選手が選出される可能性っていうのも結構高いんじゃないかなと思ってます。で、最後、上原選手に関しては、まあ、メジャー時代チームこそ被ってないんですが、上原選手は、まあ、世界一のですね、まあ、胴上げ投手になっているというところもあるので、この上原浩二さんがですね、選出される可能性っていうのも、あるのかなと思ってます。で、続いてヤクルトですね。ヤクルトは前回のイチローセレクションで金田選手が選出されておりました。まあ、なのでそういったことを踏まえた登場対象選手としては、古田選手、バレンティン選手、宮本選手、この3選手ピックアップさせていただきました。まず古田選手に関しては、こちらはですね、パワープロ2024年のオープニングに出演されていた。で、さらにですね、まあ、去年 OB で、まあ、登場していないというところもあるので、この古田選手ね、登場してくる可能性、まあ、かなり高いキャッチャーになっているんじゃないかなと思ってます。で、続いてバレンティン選手に関しては、バレンティン選手はですね、マリナーズ時代のイチローさんのチームメイトになっておりますので、まあそういったね、バレンティン選手、イチローさんとの親交も深いというエピソードもあるので、このバレンティンがですね、登場してくる可能性も結構高いんじゃないかなと思ってます。最後、宮
宮本慎也選手に関してなんですが、まあ、宮本さんのイチローさんとの関係でいうと、まあ、2006年のですね WBC 日本代表の、まあ、世界一になったメンバーというところで関係値はありますし、さらにですね、まあ、こういう守備職人みたいな選手、まあ、1選手は選出するんじゃないかなというところもあるので、まあ、今回はですねちょっと宮本慎也選手ピックアップさせていただきました。で続いて中日ですね。中日は去年のイチローセレクションで松坂大輔選手が選出されておりました。まあ、なのでそういったことを踏まえた登場体操選手としては星野選手、福留選手、田尾選手、この3選手ピックアップさせていただきました。はい、まず星野選手に関してはですね、こちらパワープロ2024年の、まあ、オープニングに出演されていたというところもあるので、まあ、この星野選手がですね選出される可能性っていうのは、まあ、結構あるのかなと思ってます。続いて福留選手に関しては、まあ、WBC のですね、まあ、韓国戦での、まあ、ツーランが本当に印象的な選手で、さらにですねメジャーにも挑戦されているという経歴も持っておりますので、まあ、この福留選手がですね選出される可能性っていうのもあるのかなと思ってます。で最後に田尾選手に関しては、まあ、こちらですねイチローさんが、まあ、子供の頃に好きだったバッターがこの田尾選手というところで、まあ、そういった思い出もある選手になっているので、まあ、この田尾選手が選出される可能性っていうのも、まあ、個人的に結構高いんじゃないかなと思ってます。で続いてオリックスですね。オリックスは前回のイチローセレクションで福田選手が選ばれておりました。まあ、なのでそういったことを踏まえた登場対象選手としてはイチロー選手、福本豊選手、中村紀洋選手、山田久志選手、この4選手と挙げさせていただきました。はい、まずまあイチロー選手に関しては、まあ、こちらはですね、まあ、ほぼ 100% まあ来るんじゃないかなと思ってます。はい、前回のですねイチローセレクションは、まあ、シリーズ1で、まあ、イチロー選手が、まあ、特別な能力で登場していたというところもあって、まあ、シリーズ2に開催されたイチローセレクションでは、まあ、イチローさんご本人は登場しないような形になっていたんですが、まあ、今回はですねまだイチロー選手が登場していないというところで、まあ、イチローさん含めて、まあ、計13人で、まあ、ダルビッシュセレクションのような形式で、まあ、イチローセレクションは開催されるんじゃないかなと思ってます。でその気になるイチローさんの能力についてなんですが、まあ、今までイチローさんはですね2000年と2009年、まあ、このWBC 世界一になった時の、まあ、能力2つで登場しているんですが、まあ、今回もですね、まあ、新たなイチローさんの能力、まあ、個人的には、まあ、メジャーのですね最多安打記録を獲得した時の、まあ、メジャーリーグ査定の能力で、まあ、弾道ライドラとかになって、まあ、登場したらかなり激アツになってくるんじゃないかなと思ってます。で続いて福本豊選手に関してなんですが、この福本選手はですねパワープロ2024年の、まあ、オープニングに出演されていたというところで、まあ、このですねシーズン106盗塁という、まあ、本当わけわかんないぐらいの、まあ、数字を打ち立てたこの福本選手がですね登場してくる可能性っていうのもあるのかなと思ってます。で続いて中村紀洋選手に関してなんですが、この中村紀洋選手もですねパワープロ2024年のオープニングに出演されていたというところで、まあ、ピックアップしたんですが、まあ、さすがにオリックスアークが、まあ、イチロー中村紀のペアになると、まあ、さすがに強すぎるのかなというところもあるので、まあ、個人的には登場する可能性っていうのは、まあ、結構低いんじゃないかなと思ってます。で最後に山田久志選手に関してなんですが、山田選手はですね、まあ、オリックス時代の投手コーチというところもあるので、まあ、そういう関係値もある選手になっているので、まあ、久しぶりにですねこの山田選手は登場してくる可能性ある選手かなと思ってます。で続いてロッテですね。ロッテは前回のイチローセレクションで、まあ、1試合でイチローさんのバットを3本折ったヒルマンが、まあ、結構サプライズ登場という形で、まあ、登場しておりました。まあ、なのでそういったことを踏まえた登場対象選手としては落合選手、伊良部選手、西岡剛選手、この3選手と挙げさせていただきました。はい、まず落合選手に関してはこちらはですねパワープロ2024年の、まあ、オープニングに出演されていた。でさらにですね、まあ、イチローさんと結構比較されがちな、まあ、本当に天才バッターとなっておりますので、この落合選手がですね超目玉枠として、まあ、登場してくる可能性っていうのは、まあ、あるんじゃないかなと思ってます。で続いて伊良部選手に関しては、まあ、期間は被っていないんですが、まあ、ヤンキースのですね先輩というところもあるので、まあ、この伊良部選手がですね久しぶりに、まあ、登場してくる可能性っていうのもあるのかなと思ってます。で最後に西岡選手に関しても、まあ、2006年のですね WBC 世界一のメンバーで、さらに、まあ、スイッチヒッターのシーズン最多安打記録保持者で、さらにメジャーにも挑戦されている選手になってますので、まあ、この西岡選手がですね選出される可能性っていうのもあるんじゃないかなと思ってます。で続いてソフトバンクですね。ソフトバンクは前回のイチローセレクションで城島選手が選出されておりました。まあ、なのでそういったことを踏まえた登場対象選手としては城島選手、野村選手、川崎選手、松中選手、これ4選手ピックアップさせていただきました。まず城島選手に関しては、まあ、前回のイチローセレでも登場しているんです。
ですが、まあ、今年もですねパワープロ2024年の、まあ、オープニング V に出演で、さらにマリナーズ時代のチームメイトというところもあり、まあ、関係値は相当深い選手かなと思いますので、まあ、城島選手が今年も登場してくる可能性っていうのもあるのかなと思ってます。で、続いて野村選手についてなんですが、まあ、野村選手もですねパワープロ2024年のオープニングに出演されている、さらに球界の大レジェンドというところもあるので、まあ、野村選手が選出される可能性っていうのもあるのかなと思ってます。で、続いて川崎宗則選手に関しては、まあ、こちらね有名なエピソードなんですが、まあ、イチローさんを追いかけてマリナーズに行き、まあ、マリナーズに川崎宗則選手が入った瞬間、まさかの、まあ、イチローさんがヤンキースに電撃移籍するっていうね、まあ、かなりの、まあ、珍事件といったらあれですけど、まあ、かなりのエピソードがある、まあ、選手になってますので、まあ、このムネリンがですね登場してくる可能性っていうのもあるんじゃないかなと思ってます。で、最後に松中選手に関しては、まあ、こちらはですね2006年の、まあ、世界一のメンバーで、さらにですね、まあ、平成唯一の三冠王の選手というところで、まあ、WBC でもですね素晴らしい活躍をされていたというところもあるので、この松永選手が選出される可能性っていうのは高いんじゃないかなと思ってます。で、続いて楽天ですね。楽天は前回のイチローセレクションでジョーンズ選手が選出されておりました。まあ、なのでそういったことを踏まえた、まあ、今回の登場対象選手としては岩隈選手、ケーシーマギー選手、田中将大選手、この3選手ピックアップさせていただきました。はい、まず岩隈選手に関してはパワープロ2024年のオープニング V に出演、さらにですねマリナーズ時代のチームメイトというところもありますので、まあ、岩隈選手がですね選出される可能性っていうのは、まあ、結構高いんじゃないかなと思っています。で、続いてマギー選手に関してはこちらはですねマリナーズ時代、さらにマーリンズ時代も、まあ、少ない年数なんですが、まあ、チームメイトだったというところで、まあ、そういった関係値があるというところで、このマギー選手がですね選出される可能性っていうのもあるのかなと思っています。で、最後田中将大選手に関しては、まあ、こちらはですね2006、2009年の、まあ、WBC 世界一の代表メンバーで、さらに、まあ、ヤンキース時代も被っているというところもあるので、まあ、このマー君がですね、まあ、目玉マークとして、まあ、ピッチャーの中での目玉マークとして、まあ、登場してくる可能性っていうのもあるんじゃないかなと思ってます。で、続いて西武ですね。西武は前回のイチローセレクションで秋山浩二選手が選出されておりました。まあ、なのでそういったことを踏まえた登場対象選手としては松坂選手、扇選手、清原選手、この3選手ピックアップさせていただきました。はい、まず松坂選手に関してはパワープロ2024年のオープニング V に出演で、さらに松坂選手とイチロー選手の関係値に関しては、まあ、挙げたらキリがないぐらい、まあ、一番有名なところだと松坂選手のデビュー戦で、まあ、イチローさんから3奪三振を奪って、まあ、自信が確信に変わったという言葉を名言を残しているぐらい、まあ、本当にですね、まあ、イチロー選手と松坂選手の関係値は、まあ、深いものがあるかなというところで、まあ、松坂選手がですね選ばれる可能性かなり高いんじゃないかなと思ってます。で、続いて扇選手についてなんですが、まあ、この扇選手はですね、まあ、オリックスブルーウェーブ時代の、まあ、イチロー選手の監督だったというところで、まあ、イチロー選手のですね、まあ、才能を開花させた人と、まあ、言っても過言がない、まあ、人物になっているかなと思いますので、まあ、そういったことも踏まえてですね扇選手が、まあ、扇監督が、まあ、選出される可能性っていうのは高いかなと思ってます。で、最後に清原選手に関しても、まあ、登場してくるなら、まあ、こういった特別リアリティでの、まあ、登場になってくるかなというところがあるので、まあ、そういったことを踏まえてこの清原選手選出させていただきました。で、最後日本ハムですね。日本ハムは前回のイチローセレクションで張本選手が選出されておりました。まあ、なのでそういったことを踏まえた登場対象選手としては小笠原選手、新庄選手、坪井選手、この3選手ピックアップさせていただきました。はい、まず小笠原選手に関してはパワープロ2024年のオープニング V に出演、さらにですね、まあ、2006、2009年の、まあ、WBC 世界一のメンバーというところで、まあ、関係値も深い選手になっているかなというところもあるので、まあ、この小笠原選手がですね選出される可能性っていうのは高いかなと思ってます。で、続いて新庄選手に関しては、まあ、イチローさんと同じ年にですね、まあ、メジャーに挑戦された選手になっているというところもあるので、まあ、この新庄監督がですね、まあ、このイチローセレクションで、まあ、サプライズ登場する可能性っていうのもあるのかなと思ってます。で、最後に坪井選手に関しては、まあ、イチローさんとですね同じ振り子打法の選手で、さらにイチローさんと同い年で大親友の選手になっているというところで、まあ、この坪井選手がですねイチローセレクションで、まあ、選出される可能性っていうのも結構あるんじゃないかなと思ってます。ということでイチローセレクションの登場対象選手紹介は以上になりますので、まあ、最後にですね登場選手予想このような形にさせていただきました。はい、前回のですねイチローセレクションでも、まあ、結構ですねポジションの偏りが少ないようにイチローさんは選出されていたというところもあるので、まあ、そういったことをちょっと踏まえて、まあ、選出させていただきました。まあ、ですがイチローセレクションで、まあ、現時点で予想するのかなり難しいかなというところもあるので、まあ、ぜひですねコメントの方で皆さんのイチローセレクションの登場選手予想だったり、まあ、皆さんがイチローセレクションで登場してほしい選手なども教えていただければなと思います。ということで今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、分かりそうだと思ってくれた方はですねチャンネル登録、高評価ボタンのほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。